いいか山賊、俺は酒や食い物を頭からぶっかけられようが、大抵のことは笑って見過ごしてやる。だがな、どんな理由があろうと、俺は友達を傷つける奴は許さない。ピストルを抜いたからには命をかけろよ。そいつは脅しの道具じゃねえって言ったんだ。うせろ。赤髪が親父に会わせろと。ああ、通してやれよ。酒持ってきたんだろうな、小僧が。で、ここに新世界の四皇がいるんだよ。赤髪の三種だ。この戦争を終わらせに来た。おめえもよくなりやがったもんだぜ。ゴールディ・ロジャーの船のただの見習いだった小僧がよ。まだ暴れ足りない奴がいるのか。俺たちが相手をしてやる。この男がイーストブルーで腕一本落として帰ってきた時は誰もが驚いたのだ。あー、ケシは下がってろよ。身が持たねえぞい。半端な格好じゃ、あの男の前で意識を保つことさえできねえ。よくやった、若い海兵。お前が命を懸けて生み出した勇気ある水量は、良くか悪くか、たった今、世界の運命を大きく変えた。お前殺す。すげえ飽きた。どんな敵に連れてやったんだ、その左腕。これか、新しい時代。誰にも止められなくなる。暴走するこの時代を。恐れるに足らん。ほら、白ひげだ。勝利も敗北も知り、逃げ回って涙を流して、男は一人前になる。泣いたっていいんだ。